よし、ちゃんと覚えてたみたいだな。じゃあ早速ライブ会場に。もしかしてあんたその格好で行くつもりなの？いやいや、マジかよ。それじゃいつもの格好と一緒じゃん。着替えとかタオルはちゃんと持ってきてるよ。持ってきてねえのかよ。まさかあんたってライブ初めて？マジックスターはアイドルだろ。今日はロックライブだっての。仕方ねえな。よし、ライブの前にあんたの服を買っていくか。心配すんなって、私がバッチリ選んでやるから。すっげえ似合ってると思うぜその服。あ、いや本当にあんたって結構何でもいけるんじゃん。こっちの服はどうだ、ちょっと合わせてみてくれよ。すげえ。あ、悪い悪い、違うんだよ、あんまり似合ってるからさ、制服の時と全然イメージ違うからつい。あ、格好悪いわけじゃねえからな。ロックなんだから小物もつけるんだぜ。よし、このシルバーのネックレスとブレスレットがいいかな。あ、いいいい、つけてやるよ、どうせこういうの慣れてないんだろ。はい、できた。おお、いいじゃん。どこからどう見ても、あれ、なんか私とペアルックみたいになってない？ジャンプしろって。ほらほら、盛り上がってない方が浮いちゃうぜ。ほらほら、ほっほっどう、体動かすとどんどんテンション上がってくるだろ。もっと高く、そうだ、叫べ、もっともっとだ。いや盛り上がった。歌うより喉使った気がする。あんたよく平気だな。最後の曲なんて私よりあんたの方が声出てたじゃん。出れんなって、自分の殻を破れば破るほどロックだからな。あんたと来てよかったよ。体力あるやつと一緒だと楽しいよな。なんつうかこう無限にはしゃげる感じがさ、私の運動量についてこれるやつなかなかいないんだぜ。そろそろ汗ひいたか。よし、じゃあ行くぞ。どこへって、カラオケだよ、カラオケ。あんなパフォーマンス見たらもうそわそわして止まってって。よっしゃ、